海鮮2019年10月21日本日の仮想通貨時価総額と上位10等分にドル円の相場を交差します。10番に仮想通貨の時価総額がいくと前日からどうでしょう。5、6ビリオン以上は跳ね上がっており、アメリカドル換算の222ビリオンとその通りにずらっとグリーンが目立って、特にリンクは 10% ぐらい、おそらくレンジを蹴りつけたんじゃないかなーって言うんですけど、4時間ぐらいはあっさり蹴りつけて冷やしレベルぐらいまでって想像するんですけど、どうでしょうかというところで、日本円換算の時価総額いくとこちらもどうだろう、何千億とかぐらい上昇した24兆1882億と。では順番に時価総額1位のビットコインから見ていきましょう。それでも週足的にそんな影響ないんだっていうのが、20MA、120MA 特に角度変わらず、ローソク的には別にあれだもんな、高値切り上げ更新しとるわけじゃないし、安値って切り下げとるわけじゃないし、そんなあれなんですね。そこまで影響なかったんだ。あ、そうっすか。そうっすかっていうところで。で、冷やしていくと。ここでもめちゃくちゃ割れなんだ。20MA 水平、120MA 角度変わらず、ローソクが一応 20MA から頭出したぐらいで、安値があれだもんな、20MA 抜けたわけではないから、ここら辺またごちゃごちゃっていう可能性もあるわな。あくまでタッチしたっていうぐらい。前日比が 4% 上がったんですけどね。で、4時間行くと。まあ、この足だけでは完全に目処ついたのが、20MA 上向いて、ローソク上抜き、さらに冷やし換算、これ 120MA なんですけど、向こうの 20MA ですね。それ相当で。をなんとか抜きかけたとこですね。まだここら辺だけではあれだな、安心できんわな。ちょっと上昇したぐらいじゃ、まだ綱引きがどん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 行われるもんで、ただもう何遍も食らっとで、そろそろ戻しかけてもいい頃かなっていうのは思いますわね。あの、上がったから言っとるわけじゃなくて、いくら下げ相場でも下げ一辺とでずっと下がってかんもんな。下がったり上がったり下がったり下がったりしながらの繰り返しだからね、下がったり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 っていうわけではないもんで、ちょっとまあここで方向性が定まるまではなんか他っといてもいいかなってことはね。はい、すいよ。いいさ。週足25目、7目特に変わらず、ローソクがあれか、これ逆に7目を触っていけそうなところが少しあれか、微妙に返り開いてるの、これ拡大すると多分見えると思うんですよ。なので環境的には変わってないですね。前日比は一応 2% ぐらい上昇と。7MA をいけそうでいけんような状況になったか、危うくなってきたとこですね。で、冷やしていくと。そうだな。ビットコインだけなんか、これは。そんなに上昇しとるって感じじゃないな。というのが 25MA 一応は上向いてきたんですけど、微妙にね。だけどローソクはその下なんですよ。 7MA が少し下目、なんかようわからん、これあれだな、チャートはな、抜いてないんで日足触るぐらいまでいってるかと思ったんですけど、4時間ぐらいは目処つけたっていう感じなんですかね。で、4時間いくと、そんな感じですね。そんな感じなんですけど、一応 25MA が水平やや上向き。ただこれ一回上抜くんですけど、昨日ね、夜中ね、なんですけど、朝方また下がってきて、結局 25MA 触りかけとるもんな。これでプラス 2% ぐらいなんだから、このまま綺麗に伸びていかなかったことですね。あ、ビットコインぐらいなの、これは。結構いけとるのは。あと見ると、キャッシュと SV、キャッシュ税があれか、6、7% で、それぐらいなんだろうな、多分。ビットコインが入ったで、時価総額がまあまあ上がったっていう会社。他はそんなにってことですか。そういうことですね。そこまでいいさ感じもんな、これな。もうちょいなんか、おってちょっと色気出るようなチャートを想像したんですけど、普通じゃんっていうのが正直な感想っていうところで。はい、次は。リップル。週足20名、ぴっくりやや右下。ただ 7MA が右上向きかけて、どうでしょう、ローソク今週的には高値更新かどうかという状況ですけど、あれでもな、これ 25MA ほんと近くなってきたもんな、色気出てくるところだろうな。本日で言うと 1% 強ほど上昇と。で、冷やしていくと。ここはまだまだ安全圏内なのが、25名右上向いて、7MA が水平気味のところ、ここ2、3日停滞しとるところですね。どうかって言うだけで、まだまだこんだけ乖離幅あるから、この目線までは本当あれだよな、安全ですわね。4時間行くと。ここもそうだな、微妙な綱引きが行われそうですね。というのが25名、やや右上向いとるんですけど、ただ現在時間では下抜いて、7MA に触りかけとる。しかしこれは、上がったり下がったりだもんで、25MA の角度を素直に信用しとった方がいいでしょうね。まあ、もちろんこのまま下がっていくという可能性もありますけど、少なくとも冷やしは25万だけの余裕があるので、まだ売っちゃってくるという可能性もあるもんな。綱引きがちょっとようわからなくなったところでしょうね。週足の25へ届くかどうか、なんか色気の出てくるな、リップルに関してはというところで。はい、次はテザー。まあ想像できる通りですよね。そんなに乖離幅あるっていうわけでもなく、強いて言えば朝方5時か。それでもそんなに大きな動きがあったわけじゃないから、全体どうなんだろう。値幅のでかいところで
うとリンク、OKB、キャッシュ税、そこの4つが割と 5% 以上上げとるから、それ以外の時はビットコインの 4% ぐらいだから、そこまであれだな、大きな動きじゃないだろう。多分ビットコインの動きにやっぱ一番影響出ると思うんですよね、時価総額的にも。あのパーセントよりやっぱ割合が多いと思いますから。なんでチャート的にはそこまでというところで、ニュース的な観点としてもテザー、ビットフェニックス、ステーブルコイン絡み、まあ特にありませんというところで、はい、次はキャッシュ、エビシー。週足25日7日目、特に角度変わらず、ロウソクに関してもどうでしょう、本当にじわじわすごい緩いところで一応は戻してきてはおるんですけど、一応4週間ぐらいはプラス形状できそうかっていうところなんですけど、ただ7年目に届いとるわけじゃね、やっぱ環境変わってないよな、じりっぽく耐えとる、そっちの方がぴったりなんじゃないかなってところで、で日足いくとどうでしょうか、ここはというところが、25年目が水平になって7年目も水平、ロウソクがなんとか25で触りかけて抜けるかどうかまで来たところですね。 6% ぐらいこれで前日上昇です。なんとかあのレンジを抜けてったのか、あの SV もかというところで、利用時間いくと何があったのか、昨日の夜9時、それから夜中の1時、ここの8時間、これかなり長いのつけて、25の下から一気にあれだもんな、99円目の上までまくってとるもんな、7円目も角度ついて、何のネタで上がってたでしょう。キャッシュ税だけだもんな、時価総額上位でこんな 6% も 7% も上がってたの、それでなんとか4時間ぐらいは蹴りつけて、ちょっと冷やしで色気が出るような状態になってきたところですね。ネタ的には全く分かりませんというところで、はい、次はライトコイン。週足25名やや右下、7円目が右下に少し角度ついちゃいましたねというところで、どうだろう、週足は安値切り下げまでいかんけど、ちょっとあれですね、赤色なんで下げつつあるところで、それが7円目の角度にも出たんかなというところで、微妙だな、下げつつあるところですね、戻しきれんところですね、7円目なかなかあれだな、こう抵抗になっとるな、抵抗線ですね、ここら辺がね。で冷やしていくとすっげえ歯がゆい相場、なんか25円目水平なんですけど、ほっとその下をロウソク推移しとって、これ7円目の直線なんですけど、25円触らせてもらえんですもんね。前日では一応 2% ぐらい上昇しとるんですけど、抵抗線だな、これもな、全部抵抗線だとなる、ライトコインは。4時間いくと、ここは逆になんとか一応は目処つけたのが25円目右へ向いて、ロウソク的には上におるんですけど、ただこれ、夜中の1時とか上がってても、その後叩かれとるもんな、イーサとかで似た状態だろうな、耐えきれんかったってことでしょうね。逆にカッシュとかがそのまま登ってったまでガーンっていっちゃったってことでしょうね。なんでしょうね、ネタ的にはね。全然わかんないんですけど、というところで、次はイオス。週足25目右下、7円目も右下、ロウソク的にもなかなかあれだな、7円目触らせてもらえんですね。なんで7円目が少し下に出たんでしょうね。微妙に嫌なところですね。前日比では一応 2% 弱ぐらい上昇しとるんですけど、で冷やしていくと、これもライトコイン状態だな。25は右上向いとるんですけど、その下にロウソクいて、触らせてもらえんな、これも抵抗線になっとるもんな、25な、ここでも叩かれてほしいな、似とるな、ライトコインとな。で4時間いきますと、ここもそうだね、25水平でロウソク抜きかけたんですけど、ただその後やっぱ朝方似た時間ですね、ほんと昨日の夜9時とか本日1時日付またいだぐらいで抜けていったんだけど、結局夜中とか朝方にやられかけて、現在は25円目触りそうですもんね。似とるな似とるな、これはな、キャッシュ税だけだな、上昇してたのは。はい、次はバイナンス。週足25円目やや右下、7円目が右下角度緩まって、ロウソクが7円目の直線上、ただ25も7も角度的には変わってない、相場環境的には変化ないですね。前日換算でも 1% ぐらい上昇と。で日足いくと、ここもそうですね、25は一応右上なんですけど、7円目の直線上でずっと推移して、それが3、4日続いてますね。ここはなんか抵抗線ではないけど、蹴りがつかんとかでしょうね、綱引きわっしょいわっしょいで、どっちつかずのあれでしょうね、蹴りがつくまでに。で4時間いくと、ここもそうですね、一応現在時間では25やや右へ向きかけとんですけど、それでもロウソク下抜いて、要はこの上がったり下がったり、これのずっと繰り返しなんで、結果的に直線に近い状態でしょうね。まあつまりレンジとまでは言わんけど、かなり幅の狭いところで綱引きは決まってないでしょうね。それがそこら辺の冷やしにも現れとんかなーってところ。はい、次は SV。 週足30目角度変わんないですけど、7円目になんとかロウソク触ってきましたね。早いな、あのレンジの底部はあれか、緩やかにあれだもんな。いやもちろんこれで環境変わるどうのこうのじゃないですけど、他のトークに比べは随分前進ですかね。これ週足ですよ、だってやっぱ荒いんだな、ここは動きがな、上げるのも早いし下がるのも早いし戻すのも早いし、戻したまで言わんですけど、で冷やしていくと、やっとあれか、やっとあれかっていうのが、30目は右下なんですけど、ロウソクが一応なんとか30抜きましたね。これ1ヶ月以上経って
ますよ。30抜いたの。これ遡るとこのチャート内にないですよ。30抜いたの。触ったのが9月ですよ。9月ですよ。頭まで戻るんですよ。数ヶ月以上こんな状態だった。やっとあれか、日足のここを抜けたのか、角度はないですけど。そんでもやっぱ早いんだな、これは。で、4時間行くと。ここがほんと完全角度ついてきたのが、30目が緩やかな右上。7目はこんな感じで、まあね、下抜いたり、右上行ったり、ジグザグジグザグはしとるんですけど、なんとかあれですね、30目下抜けることなく、ちょっと今回か。昨日の9時でやっぱ夜中の1時、日付またいだり、ここで跳ねてその後叩かれてないですもんね。キャッシュと一緒ぐらいな感じですね。これで 7% ぐらい上昇。ネタだけ的には何かわからないですけど。まあ SB はこれ素直に荒いって認めた方がいいんだろうね。トークンとしてなんか。レンジも長かったけどな。ずっとあんな状態だったで。週足どうのこうまでは言わんですけど、7MA に一応触ったという事実は事実というところで。はい、次は。ステラ。週足25目右下、7MA緩やかな右で角度は変わらず、ロウソク的にもそんな高値更新にはないから、7目下抜けまで行ってないですし、環境的には変わってないですね。前日が 1% 強ぐらい上昇と、それもそうですね。そんなには変わらんわな、というところで。冷やしていくと。25目緩やかな右上、7目が水平気味、その直線上でロウソクが推移していて、一応25の上にはおるけど、7がなんか抵抗線みたいな感じで、ここでどっちつかずの綱引きが続いてるってことですね。4時間いくと。25が緩やかな右上。7目を右上向いて、ただこれも他のトークン同様、上げたり下げたりして、現在地におるわけだが、一応今、ロウソクは25に触ってますし、どっち転ぶかわからんすよね。下がったり上がったり、全体的にこんな感じでなんかこう波打ってね、25のところを。そうやってじわじわ SV とかは上昇してたんですけど、他のトークンはどうかってことですね。水平に近いところだから、水平に近いところの動きをしとるってことですね。7MA 付近に関して。あ、25は水平だからってことです。ジグザグが 7MA だからっていう意味で。ちょっとこの綱引きはわからんとこ多いですね。これはね、私は関わりたくないというところです。はい、と、それで最後はドル円。本日もマーケット始まりましたのが、108円3銭ほどのあたりからスタートした短期の下。それが朝の9時から短期抜いて、108円4銭5銭見えるぐらいのところを推移しながら、お昼の1時、108円5銭とか、ここら辺ちょっとあれか、伸びてたとこっすか。ただその後そんな伸びることなく、現在時間では108円4銭。中期との乖離を離れて、中期右下と。ただまあ1時間足レベルなんで、そこまではってことですね。現在地価格にしても108円真ん中ぐらいですからということで。で、冷やしていくと。ここら辺がどうでしょうかって言うとなっていたのが、短期、中期、角度は変わんないんですけど、短期にロウソクが触りかけようとしてたんですね。ここで一回ごちゃごちゃして跳ねていくのか、まあでもここで一発で抜けていくっていう可能性は私は低いと思うんですけどね、角度まだついてますしね、これがね。これが緩くなってね、こんなふにゃーってなってくる感じになって、こっちも緩くなってくれば、ああ、もうそろそろ終わりかなと思いますけど、こいつの角度の要は担保があるもんで、保険があるもんで、まだまだもう数回、2回、3回ぐらいは、受けるマージンはあるんじゃないかなって、まあ、1回目に関しては私はまあ多分触っても これだと決済は死んでしょうね。ここまで持つでしょうね、冷やしだったら。で、週足行くと、こちらもそうですね。というのが、短期は右へ向いて、帰りもこんだけ離れて、週足レベルで行けば別にロウソクの高値安値更新とか全く感じられないし、環境が変わってるイメージじゃないですもんね。むしろあれだもんな、 50MA 要は中期との帰りが詰まってきたらなんか色気が出てくるとこだもんな、ここら辺は。その後綱引きがどっち行くかですよね。まあもちろんそのまま下抜いてって下がっていくという可能性もありますけど、確率的に上行く方が高いんじゃないかなと。あの角度のまだ保険がありますからね。これが緩いとね、なんかもうあれかなと思いますけど。まあわからんすよ。可能性の問題で言ってるだけでいいところで。私ならそっちにかけるよなというところで。はい、ということでそんな感じで来まして、せっかくなんで本日は久しぶりにない2桁以上跳ね上がった数字を見たチェーンリンク時価総額アプリの方で15位に目を向けると、4時間 25MA 抜いて、当然ロウソクも長いのつけて抜いてます。日足はこの通り角度ついて 7MA 抜いて、特にこれ長いのつけてますし、乖離幅も安値離れて、さらには一番ここですわね、週足。これが 25MA の角度変わらず、7MA との乖離も詰めずに、これは素晴らしいですわね、本当に。他の仮想通貨上位ではまず見られんチャートだもんな。SV とかでも考えられんもんな、リップルとかでも。ビットコインももちろんそうですし。なんで単純にね、トレードしたいならリンクでやった方が分かりやすいですよね。もうロングで拾うのは分かるもんで、下抜いて上抜いたら買うだけだから。この角度がでも弱まらんっていうのは強いよな、これはな。まあ、それ以外除けば、前日から一応戻した
ったっていうぐらいで、ビットコインが冷やし抜けるかどうかで期待感はあるんだけど、週足は下だし環境変わってないし、そこまでインパクトを与えるほどの上昇ではなくて、綱引きでまた負ける可能性も勝つ可能性も含めるからようわからんというポジションに来たよな。でイーサーとかライトコインとかそのあたりに関してはもう上げ幅弱くてそこまでの期待ほどじゃないし、リップルはなんとか耐えてね、ちょっと色気が出てくるところですよね。あの上げても下げてもあれだもんな、強いもんな、みんなほど下げんし。やっと来たのがキャッシュの 6% より、特に SV の 7% ぐらいですね。あれもやっぱ荒いもんで、本当に上げるのも早いけど戻すのも早い、ドル円とかね、わりかし近い状況ですよね。長いレンジ数ヶ月以上だったのがなんとかあれだもんな、蹴りついて、まあもちろんこのまま行くとは分からんですけど、少なくとも週足の短期7目にロウソク触ってるぐらい、もちろん角度は右下だからどうのこうの言えんですけど、まあ他のトークに比べて早いもんな、立ち位置として。なんで本日的に時価総額的にはそこまでの上昇じゃないですか。おそらくビットコインの方で多分上昇したからその影響が出たんじゃないかな。でまあ全体的には軽く戻してますけど、まあ、各トークン動きバラバラなんで、解釈に関してはあれですね、単純に戻して上がったっていうのはちょっと危険だよな。ので、まあ、素直にリンクが強いっていうのがもうこれが一番相場楽じゃねえってとこですね。期待値とかでいいやつはドル円とかね、リップルとかね、リップルはちょっとあれだな、週足のサポートがない分まだドル円の方があれだろうな。まあいずれにしろもうリンクが強いってことで終わりましょうってとこで、はい、ということでそんな感じで、以上2019年10月21日本日の仮想通貨時価総額上位10トークにリンクの相場考察でした。そんな感じで終わり。